はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画93回目は2017年発売バイスクルセレブリティング52クラフトブリュワーズ、日本名はクラフトビールスピードということなんですが、あまりにもね名前が長いために日本の販売サイトの方が日本人が覚えやすいように名前を変えてる可能性があると思います。で、クラフトブリュワーズなんですが、醸造所という意味だそうです。いわゆる日本でいう酒蔵でお酒を作ってる場所なんですが、ここアメリカの国旗とカナダの国旗が書いてあって、アメリカとカナダ合わせて52の醸造所のコンセプトになっているバイスクルで、各醸造所言いにくいな各醸造所のロゴが入ってるそうです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルセレブリティング52クラフトブリュワーズというのがフランス語でも書かれてます。でこちら側の瓶の方がアメリカの星マークで、こちら側がカナダのメープルのマークですね。で横面がアメリカの国旗がバックになっていて、エアクッションフィニッシュメイドイン USA、 こちら側も同じことがフランス語で書かれてるんですが、後ろ面がカナダの国旗になってます。上面が何もなくて最近の黒いクロージャーシールで、この裏面になんかいろいろ書かれてて、でこのシールの下面に本来ここら辺に書かれてるね、多分アーランが KYSA とか書かれてるものがこの下になっています。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。お、アメリカの国旗そのまま続いてますね。こちら側がカナダのメープルの赤い砂糖楓のマークが入ってます。でこっちにジョーカーって書かれてるので、こっち側がバック面ですねと思いきや、最近こういうの多いかな、広告カードから始まっています。でクラフトビアの説明の紙ですかね、これがバック面みたいです。ビールの瓶ですかね。アメリカとカナダの国旗のマークが入っているビールの瓶が書かれたバック面になっています。お、結構綺麗な模様出ますね、これ。いやでもここの面が模様違いそうだな、これ多分混ざったら模様にばらつきが出そうです。それでは表面いきます。文字だけのジョーカーって珍しいね。なるほど、飲み物を置くコースターになってますね、これで、赤と黒の状態になってます。で、そうそう、ショップの説明欄にも書かれてるんですけど、各醸造所のロゴマークが入っているらしいです。全部違うみたいですね。1枚ずつじゃあ見ていきます。さすがにね、海外のこのアルコールメーカーのあれはね、ちょっとフィリップスはでも聞いたことあるかな。あとはちょっとわかんないですね。知ってる全部がね醸造所のロゴなので、 F だとか区別が特になくて、このインデックスのところだけですね、違いは。このロゴマークがある醸造所がある場所がアメリカとカナダで、一応マークが入ってるみたいですね。どの国にあるかがこれでわかるみたいです。で各ロゴが全部コースターになってるみたいです。あとこのロゴがどこの醸造所なのかがここの下面に表記はされてるみたいですけど、これを見ても分かんないです。もしかしたらお酒が好きな人だったらどれが何かっていうのが分かるかもしれないですね。酒
中だるがロゴになってるメーカーもあるんですね。で、ハートのエース。それでは最近のじゃないなこれ。はい。で、最近のスタンダードぴったり厚みが同じみたいです。スペリの方は最近のスタンダード変わらず品質はいいみたいです。あれ？ちょっとでもすごい柔らかい。弾力性というか柔らかさがすごいね。じゃあバルを入れていきます。あ、スッて入りますね。トラディショナルカットは入ってるみたいです。ちょっとね、さっきね試したこれがね天地があるので混ぜたらどんな感じになるかっていうのを一回やってみます。これで多分だいぶ上下が混ざったと思います。やっぱり違うところは反対向きにするとね柄が変わってしまう部分が出てきますね。これこっちもねロゴマークに上下があるので、どちらかといえば性能っていうか品質はすごくいいんですけど鑑賞用かなって感じはします。はい、バイスクルセレブリティング52クラフトブリュワーズを開封しました。日本のショップではクラフトビアスピリットという表記になっていますが、ちょっとねさすがにもともとのねこのセレブリティング52クラフトブリュワーズとか日本人は言いにくいから多分商品名を変えてるんだと思います。で、中のロゴがねちょうどカナダとアメリカの2016年これを作った当時の醸造所の数が52だったのか、52枚のカードに各醸造所のロゴマークが当てはめられているっていう感じですが、一応ねそれからもどんどんクラフトビールの需要が高まっているのか醸造所の数は増えているらしいです。それではジャンル分けします。性能の方は最近の KY 製のスタンダードと同じく高性能のものになっていて、トラディショナルカットもちゃんと入っています。ジャンル分けいきます。特にどこともコラボもしてなくてクラフトビアのコンセプトデザインですね。特にレアデックって感じではないです。バイスクルセレブリティング52クラフトブリュワーズでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。